思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション。ザクマインレイヤー。ザクマインレイヤーとは、モビルスーツバリエーションに登場する量産型ザクのバリエーションです。一年戦争時に F 型ザクのハイブバックパックを、機雷射出機とスラスターを装備した大型バックパックに換装したモビルスーツです。プロペラントの増積により、通常の F 型ザクの5倍の行動時間を有しますが、重量の増加により、運動性能が劣悪になっています。あくまで機雷散布を目的とした機体で、一年戦争の初期こそ艦艇に大きな被害を与えていましたが、大戦後半に連邦軍の量産型モビルスーツ、ジムが登場すると、ドンジューナマインレイヤーの被害は次第に大きくなり、活動範囲が狭められていきました。キットは当時たったの400円。ノーマルタイプのバックパックのパーツも入っていたので、そのパーツを換装することでノーマルのザクにすることができました。でかいバックパックは、二宮金次郎のようでかっこ悪いと、当時敬遠されていましたので、ほとんどの人がノーマルザクにしたのではないでしょうか。旧キットのザクに比べて、プロポーションがかなり改善されており、足首の可動も再現されているので、事実上のザクのリメイク商品と言われていました。ブレードアンテナもついているので小隊長機にできますが、シャア専用ザクのアンテナとはデザインが違うので、シャア専用ザクにしたい人は、そこだけ自作する必要がありました。また、平手やザクマシンガン、ヒートホークなどはついていません。他のキットから有用する必要がありました。このキットをベースに 06R の武器を付属させた、シャア専用ザクのスペシャルキットがキャンペーン用の景品として当選者に配られたことがあり、ガンプラでは初めてのリニューアルキットと言われています。残念ながら、私は難読字を引いても外れでした。その後、かなり長い間、ノーマルザクのキットは発売されなかったので、その間このキットがノーマルザクのベストキットと呼ばれていました。追伸。このキットの成型色外のシャア専用ザクが、ガンプラの販売促進用に模型店に配布されたことがあり、当時の子供は模型店で食い入るように見つめていたものです。大川楽仁夫先生によるイラストのパッケージが素敵でしたね。